異例の暑さが続く中8月の電気料金が大幅に値上がりすることが分かりました東京電力では初めて1月9000円を超えます先ほど発表された8月の電気料金は電力大手10社のうち4社が値上げします使用量が平均的な家庭で東京電力では9118円 中部電力では8,747円などとなり、いずれも1年前と比べ2,100円以上の値上がりです。ロシアによるウクライナ侵攻などで、発電に使う天然ガスなどの燃料の価格が高騰していることが要因です。関西電力や中国電力などは、現行の制度で決められている価格の上限にすでに達しています。